来年2020年に開催される東京オリンピック。その正式種目に採用されたのがスポーツクライミングです。今回は子どもたちにオリンピック新競技の魅力を知ってもらおうと開催されたスポーツクライミング体験会をリポートします。8月25日北海道立総合体育センター北海北エールで豊平キッズスポーツクライミング体験会が開催されました。対象は豊平区の小学生。まずは安全のためのベルト、ハーネスを装着します。今回参加した理由は？クライミングが好きだったからです。前にもやったことあるけど、てっぺんまで登れなかったから、今度はてっぺんまで登りたかったの。こちらの2人は初参加。一番上まで登りたいです。みんなやる気満々。さて、今回子どもたちが挑むのはこちらのクライミングウォール。高さ7メートルのところにある赤いラインがゴールです。講師は北海道山岳連盟の皆さん。子どもたちが上手に登るコツは？ちょっと横に置いた方が置きやすい。足をしっかりと置くことが大事だそうですよ。いよいよ子どもたちが挑戦です。今回の制限時間は4分。なかなか快調なスタートです。自分の力で力強く登っていきます。うわー、こちらの女の子早い。あっという間に7メートルのゴール地点まで登ってしまいました。90度だから難しかったけど楽しかったです。一方、隣で登っていた男の子もゴール。てっぺんまで登れて嬉しそう。ロープを使った壁を登るっていうことが少ないので、こういうことを通じてクライミングに興味を持ってもらえれば嬉しいなと思うんですよね。右上、うん、はい、あと右の方に移っていく。もうすぐゴールというところで止まってしまった女の子。ついには、手離して。怖くなった？子どもたちにとって7メートルは大人が思う以上に高い壁です。それでもみんな果敢に挑んでいきます。豊平区の担当者にイベントについて伺いました。豊平区には今回会場となりました北海北エールの他に札幌ドームですとか道銀カーリングスタジアムといった数多くのスポーツ施設があります。豊平区ではそういった地域資源を生かしたまちづくりの一環としまして、元気な子どもたちを育てていければと考えています。スポーツの楽しさを伝える体験会。この日子どもたちはスポーツを通じて少し成長したかもしれません。